ヒメアナナス属クリプタンサスはアナナスの属の一つ。小型で地上に葉を広げる。葉に様々な模様があるものが多く、干渉用に栽培される。小型の多年性草本で地上性。茎はごく短く、多数の葉をロゼット状に出し、葉は普通は平らに広がる。幼少部は不明確。葉は細長くて硬く、先端は反り返る。 葉の円は葉状になり、また虚子や棘が多い。葉面は緑や褐色の地に、ブチや盾、あるいは横の島が入る。花はロゼットの中央に登場に密集してつく。花は白から黄色で、学辺3枚は互いに融合して筒状になり、花弁3枚は先端部が大きく開くが、その基部はわずかだけ互いに融合している。おしべは6本で、死亡界。 果実は液化になり、多くの種子を含む。株の中心近くに咲く花は、お花ばかりで、果序の縁の葉との間に咲くものが、両生花である。和名は、アナナス類で小型であることによると思われる。ヒメアナナスの名は、本属の一種である、シーア・コーリスの和名として用いられている。学名はギリシャ語のクリプットとアントスからなり、しかし花がやつとに隠されていない。 なお、学名化読みで、クリプタンサスも、園芸方面では通用している。英語ではその形から、アース,スターズとも呼ばれる。約20種が知られ、すべて、ブラジル東部に分布する。以下に代表的なものを挙げる。ブラジル東部の乾燥した森林地帯に生育し、森林内の平らな地表や岩の上に生じる。肥沃な土地に生育する。繁殖は、 種子のほか脇芽を出すことが多く、またこの脇芽はとても外れやすくなっている。前述のようにこの植物の葉には、虚子や棘が多く、これは動物の足等に引っかかりやすくなっており、それによって脇芽が外れ、周囲に散らばり、これによる分散が行われている。干渉用に栽培される。花は地味で、干渉価値がないが、星のように開いた葉とその模様が、 干渉価値を認められる。乾燥地の植物で耐寒性に優れ、栽培下では一年乾水をやらないでも故死しないとも。耐寒性もかなり高いが、氷点下では故死する。栽培の歴史は長く、その割に普及していないとの声もある。日照が少なくても育ち、小型なので卓上の鉢植えなどに向く。群生させることもできるが、小株が外れやすいのが弱点になる。 肥料は求める方である。園芸用に選別された品種もあり、また種間交配も行われている。ヘラヒメアナナスとツツアナナス属のビルバージアン・ニュートンズとの間では族間交配品としてクリプテバージア、メアジーが作られているが、これは外見はツツアナナス属に似て、花が本属に似たものとなっている。以下、種として、アサヤマホカ、 P172 園芸植物大辞典。P757 ここまで花については、園芸植物大辞典。P757 園芸植物大辞典。P757 朝山ほか。P172 フィルコックス。P220 フィルコックス。P220 園芸植物大辞典。P757 から759園芸植物大辞典。P757 朝山ほか。 P172 園芸植物大辞典。P759 園芸植物大辞典。P757 浅山ほか。P172 浅山ほか。P172 園芸植物大辞典。P759 園芸植物大辞典。P759 園芸植物大辞典。P759。ありがとうございます。